これすごいもうこれ得意髪型になりましたねはい <laughs> イベント追加おめでとうってありがとう嬉しいですね追加イベントの礼配信をさせていただきます今日はであそうだそうだちょっと待ってしばらくちょっとしばらく喋るね45分ぐらいからあのー、皆さんが来たら来たであろう時間になったら <laughs> 45分頃から ていきますね、お礼配信は。そう。皆さん、追加ですよ。部数追加。もうめっちゃ嬉しい。しかもですね、握手会、社メ会、オンラインお話会、全部ブス追加ですよ。ちょっと、ちょっと嬉しいので、にあけてもいいですか <laughs> コロナ治るおまじないかけてって。早くよくなーれ。よくなーれ。<laughs> そう。ありがとうございます。皆さん、本当に。 当たりますかって。あ、そう、ちょっと待ってなこのさこれだって消すんやろう。<laughs> この、メルカムコメント。それだけちょっと消し方がわからないんですよ。にやけたらダメですって。にやけさせてください。え、めっちゃ嬉しい。ほんまに。レえかも、すごないえ、だってさめっちゃちょっと調子乗ること言っていいもう、え、ってか調子乗ることじゃない。ちょっと、ちょっと、な、ちょっとさ、悲しいのは、 あの、ブーの日の人気が <laughs>。ブーの日の人気がちょっと <laughs>。ブーみんな分、わから、わかりますかブーって何か。ピンを外す。ブーってやるんやろなんかね、編集とかがないんです、ここに。あ、これか。ウェルカムコメント。あ、これや、これや。ちょっと待ってな。削除する。あ、できたんじゃないやったー。ブーってわかりますか皆さん。 話したいと思ったから追加ありって。え、もうめっちゃ嬉しい。ブーはね、モンスターズインクのね、ブー、あの、モンスターズインク、ブーって調べてみてください。ブーがね、な多分伝わってないんかなと思って。なので、また、あのー、載せます。わかりますか、ブーあの、ちっこい女の子です。<laughs> あの似てるって言われるんですよ。ちょっと恐れ多いんですけど。似てるって言われるからやろうかなって思って。ブー。あのー、可愛い,いの間違いないので、ぜひ来てください。<laughs> ブーの日だけ <laughs>、追加なしと。探してちょっと、ちょっとショック <laughs>。はい、でもね、明日から始まるみたいなので、ぜひね、あのー、まあ今回イベントもあったので、全然、 イベントでね、今、会えてるから大丈夫なんですけど、ま、ぜひ、会いに来てくれたら嬉しいなと思います。イラストで告知して、え、前回のね、お話し会の時は、イラストを書いて、スケジュール、服装の予定を立ててたんですよ。でも、今回はね、ちょっと、頑張って画像を作ってみました。<laughs> ブー、かっこ、モンスターズインクって書いてたんですけど、最初は。伝わってなかった方が多いみたいなので、書きますね、じゃあ。 遊びに来たてありがとうございます45分ぐらいからお礼配信をさせていただこうと思います。もうね、ちょっとあのー、1時間半ぐらい1時間半ぐらいしかないのでその100位の方からイベントのちょっと礼を込めてねカードを書いたんですけどその100位の方からもうずっと書いてると1時間半に収まりきらへんかなと思ってちょっと今日学校から帰ってきてから。 書きました。100人分。<laughs> あとね、前回の、前回の最終配信とその1個前の上西麗さんとコラボさせていただいた時に、タワーをね、送ってくださった方がいるんですけど、それも書いてきたので、お礼したいと思います。それも一緒に。はい。したいと思います。<laughs> そうちょっとね、感謝を伝えさせてくださいよ。私から。<laughs> オンライン話し会とか、服装は今んとこあんま考えてないんですけど、変えるとかは。でもちょっと変えた方が面白いんかなとか思ったりしたりもしたりもするので、ちょっと服装とかはまた今から考えます。前回結構変えて、今回はちょっとどうするか考えてます。<laughs> そう、休憩生いっぱい追加が、しゃめ会いしかなしゃめいっぱい追加、握手会も休憩生いっぱい追加って。 めっちゃ嬉しいですね、皆さん。救急生嬉しい追加いっぱいで。私もね、いっぱい追加させていただいたので、はい、楽しみです。リプのそういうところ、毎回参加しまして、ありがとうございます。まあでもね、なんか、どうにかしてさ、言葉で言うのは簡単じゃないですか、言葉で。でも、その、まあ、ちょっとアクティビティの変身がまだ追いついてないのは、本当に申し訳ないんですけど、でもまあ、少しずつ、 こうやってね、書いてきたので。はい、お願いします。45分からお礼していきます。<laughs> 5人いる説。そう、なんか最近、はがれい5人説、浮上してて。はい。ちょっと、売れ、なんか、ご、ふふ。めャ会のポーズどうするシめメ会のポーズどうしますか皆さん。マストえ、でも、結構、人気前回のナンバー式のシャメ会の時に、してたポーズは、これ。 結構これが多くて、あとは、これ、レイがポンポンするバージョンも多かったりしたんですけど、今回は、どうしますか <laughs> ?10 人じゃないのって。10人も、ハガレイは、<laughs> えっと、<laughs> ハガレイの数は、<laughs> そう、ポンちゃんの礼拝心です。お腹ポンポンお腹ポンポン <laughs> そうなんですよ。 まあでも、喋ャベのポーズもいっぱいね。考えたいですね。そうやって考えるのがめっちゃ楽しいじゃないですか。ヤンキーで言って。やばい。威嚇威嚇しますか ?5 じゃ足りない。え、そんなことないよ。<laughs> 家族、はがき全員レイポン説。まさかのまさかのみんなレイポン <laughs> え、そう聞いてください。でもね、皆さん。追加が一部なんですよ。 朝早いので、ちょっとね、悩んでる方いるんじゃないですか朝早いからって。大丈夫です。皆さん。大丈夫です。私が、モーニングコールするので、起きてください。<laughs> 朝が早いから、ちょっと、渋ってるって方。あの、私がモーニングコールするので。ひゃめ会とかはね、会場があってね、ちょっと遠いんですけど、安心してください。私が、私がね、 モーーニングコールするのであの一部の一部が追加なんですけど私3部じゃなくて一部と二部なんで今回は一部に追加させていただいたのですけど一部はね2つ早いなっていう意見がまあ、ちょっと小耳に挟んでおりまして今はい <laughs> ですがですがですが皆さん焦るのは早いですよ <laughs> 私がモーニングコールします しゃめかえたら変顔しようって言われたら変顔します。<laughs> 朝はもう皆さんのリクエストにお答えします。はい。<laughs> もうね、会いに来てほしい。いっぱい。で、2部来てくださる方は、2部でね、ぜひ、2部もいっぱい喋れたらいいなって思うんですけど。<laughs> はい。まあでも1部も2部も皆さんの、あの、しゃめかえとかやったら、ポーズとかね、いっぱい皆さんと考えながらしたいんですけど、 あ、そうですね。詳しくは、こちらから。<laughs> 詳しくは、こちらからお願いしまーす。<laughs> はい。あの、一部はちょっと朝が早いので、サービス付き <laughs> サービス付きでございます。<laughs> やばい。通販どこの通販これ。<laughs> はい。<laughs> そうですね。私が寝坊しないように気をつけたいと思います。あのレイが寝坊してたら、ちこちらの電話番号にお電話お願いします。<laughs> そう明日からね、追加が始まるみたいなので、ぜひ、明日から追加をお願い、あー、追加じゃない、明日から始まるみたいなので、ぜひね、チェックしていただけたらなと思います。お願いします。そう今ならなんと、モーニングコール付き !2 部の方でね、眠い方、いますよね。大丈夫です、私がモーニングコールしますので。はい、大丈夫です。<laughs> やばいよ、何これ、<laughs> ほんまに。 はい、あ今なら、えー、<laughs> 今ならはがれいの笑顔つき <laughs> そうメイクとかね確かに女性の方は朝からするとして確かに10時からじゃないですかでお家がさ1時間かかる方1時間かかる方とかでもそのメイクとかに1時間かかるとしたらもう7時半ぐらいに起きてさ ちょっと余裕持ってメイクとか、他の準備してってやると。ちょっと早いけど、大丈夫です、皆さん。朝早いけど、会いに来てくださったら、笑顔が待っております。あ <laughs> がれいの、笑顔が待ってます。<laughs> そう、あがれいの、笑顔が待ってますので、皆さん。<laughs> 東京から、え、てかほんまに、遠い方とかやったらほんまに怖いですけど。ま、あでもね、本当に無理なく、あの、今、 会いに来てくださってるだけでね、私はもう、十分なのでね。はい。ではね、45分になったので、ちょっと一旦、前回の、最終配信最終枠か。最終枠の時に、タワーとか送ってくださった方で、欠けてなかった方がいるので、その方にだけ、ちょっとお礼を伝えさせていただきたいと思います。では、まず、ランディ。熊タワー、ありがとうございます。ありがとうございます。 えー、シン、最高タワー、ありがとうございます。もしかしたらちょっと漏れてるかもしれないんですけど、一応、全部ね、書いたので。ケン、熊の、熊の10連の、すごいこういう熊のタワーのやつ、ありがとうございます。そう。キヨさん、熊タワー、ありがとうございます。ケン、最高タワー、ありがとうございます。 太鼓めっちゃ可愛いありがとうございます。ありがとうございます。ケン、えー、レインボースタータワー、ありがとうございまーす。ありがとうございます。シン、くまタワー、ありがとうございます。ありがとうございます。太、え、鼓、ー、くまタワー、ありがとうございまーす。ありがとうございます。ヨーダ、くまタワー、ありがとうございます。 熊タワー、ありがとうございます。ヨーダ、めっちゃかわいい。あと、頑張ったわこの2つ。めっちゃかわいいと、頑張ったわありがとうございまーす。ランディ、頑張ったわありがとうございます。<laughs> ヘイハチ、最高タワー、ありがとうございまーす、えー。シン、頑張ったわありがとうございます。あ、熊タワーも。熊タワーもシン、ありがとうございます。 えー、太鼓、熊タワー、ありがとうございまーす。ウーバー、熊タワー、ありがとうございまーす。<laughs> 名前間違ってるどれや嘘嘘。誰ですかえ嘘え、あずま、えー、東一心、熊タワー、八個八個です。ありがとうございます。八個熊います、ここに。ありがとうございます。これがね、前回の 配信の時に立ててくださったタワーたちです。あの、書けてなかったね、タワーたちを書かせていただきました。はい。でですね。えー、<laughs> ちょっと1時間半に収まるか分かりませんが、100位の方から <laughs> 順番に俺を、俺の髪を書いてきました。<laughs> ちょっとゆっくりゆっくり。ゆっくりなペースでね。 いきます100位100位です記念すべき100位の方岡ちゃん岡ちゃん見てますかねありがとうございますあのー、ちょっと見てない方もいるかもしれないんですけどまあ、見てる方はぜひ見てください <laughs> はい、えー、99位くまきちさんくまきちありがとうございます99位くまきちですあくまいますちなみにこちらうさぎがいます 毎回ちょっと何かしらのあのー、動物を描かせていただきました。98位、渡る猫です。ありがとうございます。ありがとうございます、えー。97位、ゆけ。ゆけ、ありがとうございます。97位、ゆけです。ありがとうございます。えー、ゆけ、うさぎです。<laughs> 96位、いずミッチありがとうございまーす。いずミッチありがとう。96位、猫でーす。<laughs> 95位、徳島カズありがとうございまーす。くま、くまくまでーす。ありがとうございます。94位、こう、ありがとうございまーす。わんちゃん、わんちゃんでーす。映 <laughs> がヘッドなのは許してください。<laughs> 93位、りょう、ありがとうございまーす。ありがとう。うさぎでーす。これ、特に、動物にこだわりとかはないので、何が当たりとかはないです。<laughs> はい、お願いします。92位、なおと、ありがとうございまーす。くまでーす。ありがとうございまーす。91位、いぐねこさん、いぐねこ、ありがとうございまーす。ねこ。<laughs> ありがとうございます。90位、ドクパパ。ありがとうございます。ありがとうございます。ワンちゃんでーす。ワンちゃん。これは今日ちょっと書かせていただきました。夕方ぐらいからね。ちょっと1時間半の1回で一気に皆さんにお礼配信しないと次いつできるかわからないなと思ったので、ちょっと事前に書かせていただいたので、今書いたわけじゃないんですけど、まあ今日書いたし、自分で書いたのは自分で書いたので、はい。 お願いします。では次、80、80位から、違う違う違う。80位から89位の皆さんです。えー、89位、あつし、ありがとうございます。くまでーす。<laughs> ありがとうございます。88位、べりまゆ、あかりっこさん。べりまゆ、うさぎでーす。ありがとうございます。87位、のぶのぶ。 猫でーす。ありがとうございます。す。86位、ナナ。ありがとうございます。猫でーす。猫でーす。ありがとうございます。85位、ジェリコ。ありがとうございます。ありがとう、ウサギでーす。何々でーす。84位、ユウくん。ありがとうございます。クマでーす。 までーす。ありがとうございまーす。えー、83位、青森のおっちゃん。ありがとうございまーす。あ、青森なのでリンゴにしてみました。<laughs> ありがとうございまーす。82位、さききようぼさん。さききようぼさん。韓国人かなと思って韓国語書いときました。ま <laughs> でーす。ありがとうございまーす。ありがとうございます。81位、シンゴ。 ありがとうございます。パンダ。パンダです。ありがとうございます。えー、八十位。ディクタス。ディクタス。ありがとうございます。うさぎです。さっきあ,ありがとうございます。はい。うさぎです。ありがとうございます。はい。八十位から八十九位の方でした。ありがとうございます。皆さん。はい。次。七十位から七十九位の 皆さんです。<laughs> 皆さんです。79位、りんさん。ありがとうございます。猫でーす。<laughs> ありがとうございます。<laughs> 78位、じんちゃん。じんちゃん、ありがとうございます。くまでーす。こまおでーす。<laughs> ありがとうございます。え77位、ならのあさぽんさん。ありがとうございます。 奈良のあさぽんさん。奈良だから鹿にした。でも鹿って分からへんかなと思って、ここに鹿って書いときました。はい。<laughs> 奈良のあさぽんさん。鹿です。ありがとうございます、えー。76位、あみ。あみ、ありがとうございます。く <laughs> まです、えー。ありがとうございます。75位、たつ。たつ、ありがとうございます。はい、うさぎです。 あえっと、ちょっと鹿への突っ込みが多いので、ちょっと触れておきますと。はい、鹿です、こちら。鹿っていうさ、こんなんじゃないですかまあまあ、私の愛情付きの鹿なので <laughs>。許してください <laughs> え。74位、ヒロミありがとうございます。猫、ね、です。ありがとうございます <laughs> え。73位、アイマール。 ワンちゃん、犬でーす。アイマール、ありがとうございまーす。ありがとうございまーす。<laughs> 結構鹿みんな引きずるね。ちょっと。<laughs> 確かに今、言われてみた人参にも見えんこともないけど、私なりの鹿なんだよね、これが。はい、お願いします。<laughs> 72、マサタカミ、ありがとうございまーす。パンダでーす。ありがとうございまーす。 71位、オールド。ありがとうございまーす。クマでーす。ありがとうございまーす。えー、70位、くるみちゃん。ありがとうございまーす。うさぎでーす。ありがとうございまーす。<laughs> はい、えー、70から79位の皆さんでした。ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。はい。 まあちょっと鹿は置いといてですね <laughs>。次、60から69位の方へのお礼をしていきたいと思います。69位、清文、ありがとうございます。熊、熊でーす。ありがとうございまーす。はい、ありがとうございます。68位、ポッポちゃん。ポッポちゃん、ありがとうございます。猫でーす。ありがとうございます。<laughs> えー、67位、塩みっち。ありがとうございまーす。猫、ね、でーす。ありがとうございまーす。66位、スティッチ。スティッチありがとうございまーす。スティッチって名前なので、スティッチを変えてみました。耳が結構特徴を捉えてるんじゃないかなと思います。<laughs> 66位、スティッチ。ありがとうございまーす。<laughs> は<ー>い。<laughs> ありがとうございます。では、65位、ヒーロー。ヒーロー、ありがとうございます。ヒーローなので、キラんって感じで、ヒーローさせていただきました。<laughs> ありがとうございます。<laughs> はい。耳、スティッチ、耳、特徴らえております。<laughs> え64位、アツシ。アツシ、ありがとうございます。うさぎでーす。ありがとうございます。日本の絵好きですか ありがとうございます。<laughs> はい。えー、63位、ことこと煮込んだゴリラさん。ありがとうございます。ゴリラっていう名前にされてるので、ゴリラを描きました。ちなみにこれは、ゴリラ私描くのが苦手なので、あのー、調べて書きました、ちゃんと。なので、うまいですね。はい、ありがとうございます。<laughs> 上手に描けました、ゴリラ。<laughs> えー、62位、のぶたろうさん。 ありがとうございまーす。犬でーす。ありがとうございまーす。<laughs> はい、ありがとうございます。えー、61位、頑固寿司。頑固寿司、ありがとうございます。えー、お寿司のね、頑固寿司の寿司なので、お寿司を書きました、ここに。<laughs> えー、卵と、えー、ちょっと色塗れなかった、色がね、なかったら塗れなかったんですけど、えー、卵とマグロです。はい、よろしくお願いしまーす。<laughs> はい、ありがとうございます。韓国女子。61ありがとうございます。えー、60位、チャルミョン、えー、間違えた。ギョルミョンジャチャ。ギョルミョンジャチャ。ありがとうございます。名前が韓国語だったので、ここに韓国語書きました。ありがとうございます。クマです。ありがとうございます。あ、さっき読まれたありがとうって、ありがとうございます。<laughs> はい、あの、ちょっと名前に、食べ物とか、キャラクターとかね。 名前で、ちょっと書けそうな名前の方が、いた方とかは、ちょっとお寿司をね、書いたり、あのー、ゴリラを書いたり、させていただきました。ヒーローとかやったら、キラーンって、スティッチとかやったらスティッチがいたり、はい。させていただきました。<laughs> はい。えー、次、50位から59位の方を紹介していきたいと思います。 59位、肉バス。肉バス、ありがとうございます。猫です。ありがとうございます。58位、カッチャ。カッチャ、ありがとうございます。この方は、ちょっと、吉シ吉ン、ンファンの方だったので、タコを書きました。ありがとうございます。吉シファンの方、ありがとうございます。カッチャさん、ありがとうございます。57位、ハマモン。ありがとうございます。うさぎです。 ありがとうございまーす。えー、56位、シンチー。シンチー、ありがとうございまーす。猫。猫書きました。ありがとうございまーす。はい、55位、ジ一ありがとうございまーす。タコ、あ、タコじゃなくて、クマ。書きました。ありがとうございまーす。はい、皆さん、ぜひアイコン見せてください。<laughs> 54位、正義の味方。ありがとうございまーす。うさぎです。ありがとうございまーす。うさぎ、ありがとうございます。えー、53位、ジョー。香港。香港って書いたので、うんごい。うんごいがありがとうって意味らしいので、香港の言葉で。うんごい、書けました。ありがとうございまーす。<laughs> ありがとう。え待って動物書いてない ペン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  <laughs> ちょっとそこに家族がいたので <laughs> 家族にペンを取っていただきました今 <laughs> ありがとう <laughs> ペン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 取ってきてもらいました。<laughs> ちょっとうんこいって書いて満足してましたね。どうしようかな。じゃンペ どううしようクマでもなちょっと書いてなかったっていうのであれなのであペンギンペンギンにしよう,うわなんか絶対こんなんペンギンについてないやろってやつ書いちゃった。 ペンギンです。ちょっとさ、ポケットみたいなあったかなと思ったけど、ペンギンないかも。<laughs> ペンギンかけました。ありがとうございます。ジョウ、うんごい、うんありがとうございます。ペンギンです。はい、こちらペンギンです。ありがとうございます。ちょっとこんなんないよな、ペンギンに。なんかでもさ、ポケットみたいなのついてなかったペンギンに。 ついてた気がして、ちょっと書いてみたんですけど、ペンギンありがとうって。よかった、本人に届きました。ありがとうございます。<laughs> はい、えー、次、52位、みなちゃん。みなちゃん、ありがとうございます。ちいかわです。<laughs> まさかのちいかわ。ありがとうございます。みなちゃん、ありがとう。52位ですね。えー、51位、まっさん。まっさん、ありがとうございます。ハート耳のクマです。ハートの耳の。 まです。ありがとうございます。えー、50位、マ妻。ズ妻さん。50位、ありがとうございます。うさぎです。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、50位から59位の方を発表させていただきました。15分で50人。<laughs> ちょっとハイペースすぎた。さすがに。じゃあ、一旦ちょっと50位まで。 見ていきたいんですけど、まあ、結構、なんやろ。まあ、ペンギンはね、ちょっと今事故ってしまったとして、結構、うさぎ、猫とか、あのね、なんやろ。割り振りとしてはちょっとイメージしてつく、書いたんですけど、パンの方をイメージして書いてみました。例えば、まあ、さっきのそのお寿司とかやったら、 名前にね、寿司が入ってたからお寿司とか、んやろ。まぁ、あ、ちょっとペンギンは置いといて、<laughs> あの、名前にウサギが入ってる方、まあ、名前にね、ウサギの絵文字をつけてくださる方やったら、ウサギを描いたり、ポンポンしたいの方とかは私がウサギ好きなので、ウサギを描いたりしたり、あとなんか猫、猫他のメンバー推しの子やったら、例えばヨシミンファンの方やったら、 タコ描いたり、他のメンバーをしのげた猫描いたり。ですね。スティッチも一回見たい。<laughs> スティッチ人気ですね。皆さんシカトスティッチですか？<laughs> ゴリラとか大丈夫ですか？し <laughs> かあスティッチこれですね。スティッチはもう名前がスティッチだったので、スティッチ書いて書かせていただきましたが。スティッチ <laughs> 耳声もね。ちょっと耳とか似てるなと思うんですけど。 どうですか？似てません？似てると思うんですけどどうでしょうか？鹿 <laughs> もね確かに鹿鹿どこ行ったやろ。ああったあった鹿。鹿です。<laughs> 鹿鹿はちょっと想像で鹿を描いたんですけど似てません？似てるでしょ？ <laughs> 例的には、スティッチとかほんま似てるんですけど、何が一番似てるかって、ちいかわなんですよね。ちいかわ。めっちゃ似てへん。さすがに、ちょっと自分、絵心あるやんと思いましたね。これ見たときは。でも、<laughs> まあちょっと、あのー、<laughs> 鹿はね、置いといて。もう私も鹿はちょっとあれやなと思ったんですけど。<laughs> ね、ちいかわはちょっとごめんなさい。調べて書きました。スティッチも調べて書きました。え、でもこんなさ、キャラクターの名前言っていいよな。大丈夫やな。<laughs> スティッチはね、ほんまに好きなんで、あ、タコなタコもね、 タコはえの絵文字のタコを見ながら書いたので足が4本しかないんですよ。<laughs> 言い訳タイムなんですけど。<laughs> 言い訳タイムなんですけど。ただ、鹿はね、難しかったんですよ。そう、そのね、今書いてくださってる、載せてくださってるタコの絵文字にのっとって書いてみました。はい。ちょっと目の位置低めのあたりも似てません <laughs> はい、これがタコです。私なりの絵文字をね、ちょっとモチーフにしてるので。<laughs> はい、お願いします。えー、それでは、じゃあ、引き続き、50位から、じゃは40位から49位のタコの発表でーす。<laughs> では、49位、のりぶん。 ありがとうございまーす。40期のリブン、猫でーす。ありがとうございまーす。48位、FFF さん。ありがとうございまーす。これも、熊でーす。はい。47位、ケイちゃん。ありがとうございまーす。犬でーす。<laughs> ありがとうございまーす。46位、ピロピロヒロシさん。 ありがとうございます。うさぎでーす。ありがとうございます。えー、45位、ジョージョーありがとうございます。犬でーす。<laughs> ありがとうございます。えー、44位、ちゃんしも。ありがとうございます。パンダでーす。パンダ。ありがとうございます。えー、43位、炭酸せんべい。炭酸せんべいさん。ありがとうございます。えー、炭酸せんべいと言ってるので。 おせんべいです <laughs>。はい、ありがとうございます。42二はっちゃん。はっちゃん、ありがとうございます。うさぎです。<laughs> ありがとうございます。はい、おせんべい書けましたね。<laughs> 41位、たるきち。たるきち、ありがとうございます。くまです。ありがとうございます。40位、ほのかぽんぽんしたい。ほのかちゃん。 ほのかちゃん、ありがとうございます。うさぎでーす。ありがとうございます。はい。40位から49位の発表でした。えー、ちょっと、こっからはですね、10位ごとにね、ちょっと今一気に50位分いってしまったので、ちょっと時間が早く進みすぎてしまったので、ちょっと10位分ずつね、触れていきたいと思うんですけど、<laughs> まあ、そうですね、ちょっと今回変な絵はなかったと思うんですけど、 まあえて触れるとするならば、おせんべいですかおせんべいですかね <laughs> おせんべい。結構伝わると思うんですけど、割と傑作なんですよねこのおせんべいに関して私。どうでしょうかどうでしょうかはい。うさぎはね、すいません。もううさぎに関してはもう慣れているので、うさぎはちょっとうまいです。はい。うさぎは上手です。 変な絵っていうか、皆さんがちょっと触れてきそうな絵ですね。これが。<laughs> 全部絵まいよね。伝わるよね。で、今伝わるなと思った。でもそんな感じですかね。今回は。はい。<laughs> まぁちょっと絵心が出てきたということで、犬がひどい。嘘でしょ犬。 犬は、あ、これですね。犬。犬かわいいじゃないですか。<laughs> 犬、犬。<laughs> はい。パンダもうまいよね。パンダ。パンダね。パンダ。パンダうまいですよ。パンダってわかりますもん。これ見ただけで。タコ思ったの私は <laughs>。タコなタコ。 もう、やばいじゃん。はい。えー、もう、40位から49位の方のご紹介でした。<laughs> はい。で、次は、30位から38位、ちょちょちょ、30位から39位、30位から39位の方を紹介していきまーす。はい。えー、39位、靴ひも ありがとうございます。猫です。ありがとうございます。靴紐も39位ですね。ありがとうございます。38位、荒野。ありがとうございます。犬です。ありがとうございます。37位、タツニありがとうございます。タツニー、クです。ありがとうございます。えー、36位、ダイくん。ダイくん、ありがとうございます。ウサギです。 ありがとうございます。えー、35位、きよさん。きよさん、ありがとうございます。くまです。ありがとうございます。えー、34位、きくやん。きくやん、ありがとうございます。うさぎです。<laughs> ありがとうございます。33位、みんなの白米。えー、白米なので白米です。<laughs> ありがとうございます。 はい、ありがとうございます。32位、ロンドベル。ありがとうございます。ロンドベルあ、ありがとうございます。猫です。猫。ありがとうございます。31位、里政。里政、ありがとうございます。うさぎです。ありがとうございます <laughs>、えー。30位、リオ太郎さん。リオ太郎さん。 ありがとうございまーす。りょうたろうさん、うさぎでーす。ありがとうございまーす。はい。えー、っとですね、30位から39位の方を発表させていただきましたが、えー、こちらのね、10位の方は、比較的、うさぎ多かったな。<laughs> はい。白米さんはね、白米という名前なので、これも白米よ 書くしかないやろということで。これおせんべいではなくご飯なんですよね。お茶碗もついててちゃんと。ご飯じゃないですか、しっかり。<laughs> はい。こちら、ご飯です。<laughs> そんなせんべいに見えるんですかそれはね、せんべいを先に見てるからなんですよ。絶対、レイが最初に、 白米って言ってこれを見せたら後に見せた後にさっきのおせんべい先のねこれを見せたら「いやそれお米やろ」とみなさん言ってます <laughs> はいまああの私がこれは白米白米だというのでこっちら白米ですみなさん <laughs> はい <laughs> <laughs> はいでも確かにもううさぎとかあでも皆さん気づいてましたか実はちょっと口をね変えたりしてるんですちょくちょく口口とかまああのー、変えたりしてるのでそういうとこも見てくださーい <laughs> 見ながらお願いしますはいそんな感じで30位から39位の 方の発表をさせていただきました。えー、続いては、20位から29位の方を、えー、ご紹介していきたいと思います。はい。間違い探しなのでね、皆さん、お願いします、えー。29位、ふみかちゃん。ありがとうございます。うさぎ。ちょっと耳折ってみました、このうさぎは。ふみかちゃん、ありがとうございます。 えー、28位、みどっち。ありがとうございます。じゃくまですね。くま。ありがとうございます。27位、ランディランディありがとうございます。猫です。ありがとうございます。26位、なおや。なおや、ありがとうございます。犬です。ありがとうございます。25位、水軍スピリット。 ありがとうございます。うさぎでーす。ありがとうございます。<laughs> はい。24位、マサ。マサ、ありがとうございます。うさぎでーす。ありがとうございます、えー。23位、いちありがとうございます。くまでーす。くま、ありがとうございます。すますえー、22位、つりちゃん。ありがとうございまーす、えー。うさぎです。 ありがとうございます。二十一つのきち。のきありがとうございます。猫、ね、です。ありがとうございます。はい。あ、二十位。二十位、トマトさん。トマトさんはトマトさんなので、トマトです。こちら、トマトがいます。ありがとうございます。二十位、トマトさん。ありがとうございます。はい。ということで。 20位から29位の方をご紹介させていただきました。はい。ということで、まあ、名前にね、やっぱ名前に、名前がトマトさんだったらトマトですね。はい。熊 <laughs> も犬も全部せんべいに見えてきたって、ちょっと、それはもう、もうダメです。<laughs> はい。 そう、そうね、最後にね、トマトさん、来ました。下手で、これね、下手ね、どこにつけるかめっちゃ迷って、ここにつけるべきか、こっちにつけるべきか悩んで、上につけてみました。<laughs> で、ちょっとうさぎ、多いなぁと、聞きながら私も思ってたので、ちょっと、追ってみたうさぎとか、がいたり、来たりしたりしますね。はい。そんな感じかな まあでも結構まあ多いですね映画うまいですね <laughs> 多いじゃないうまいですねはいはい <laughs> あのー「耳」って折れてるじゃ折れてるウサギとかよくイラストであるじゃないですかこういうこういうやつね <laughs> それを書いてみました「トマトが鼻かっぱにメール来るとは思わなかった」って「鼻かっぱ? <laughs>」 はかっぱじゃないさこれはトマトですから皆さんトマトですはい <laughs> もうお礼配信やのにさなんか自分の英商会になって持ってるからねはい皆さんありがとうございます20位から29位の皆さんでした早いですねもう20位まで来ましたよここからはですね10位台に突入していきます では、えー、19位、高速道路。19位、高速道路、ありがとうございます。高速道路という名前なので、あの、車を書きました。はい、車です。高速道路、ありがとうございます。えー、18位、ゆうちゃん。ゆうちゃん、ありがとうございます。うさぎです。ありがとうございます。<laughs> はい、えー、こちら、車でございます。 <laughs> ちょっと今回、この<笑>車 <laughs>、ちょっと思ってたのとちゃうのができてしまったんですけど、まあ、車には見えるので、はい。まあ、ちょっと、いろいろね、変えていってます。えー、17位、青島、ありがとうございます。クマありがとうございます。青島です。クマです。えー、16位、ようちゃん。 ありがとうございます。お猿さんです。お猿さん。<laughs> ありがとうございます。えー、15位、シカオ。シカオ、ありがとうございます。ウサギです。ありがとうございます。はい。えー、14位、チュチュ。ありがとうございます。チュチュ、ありがとうございます。ウサギです。ありがとうございます。 ええー、13位、シュンタ。シュンタ、ありがとうございます。え唐、ー、揚げでーす。じゃ唐揚げでーす。<laughs> はい。えはい。ありがとうございます。えー、12位、ヨーダ。ヨーダ、ありがとうございます。え、犬です。犬でーす。ありがとうございます。はい。えー、11位、ヤズマ一心。 あずま一心ありがとうございます。なんかあずま一心さんは、ちょっとき、あの、メガネのイメージが。なんでかわからないけど、あるので、こちら、メガネでございます。<laughs> はい。えー、10位、スノーマン、ありがとうございます。もう、スノーマンで雪だるま言ってもてるのでね。はい。雪だるまでございます。<laughs> はい。ありがとうございます。はい。ということで、10位から19位の方を、 紹介させていただきましたが、えっ、ー、とですね。今回はですね、なんやろ。まあ、最初は車から始まって、あ、車アンコール。<laughs> 車でーす。<laughs> はい。車はね、ちょっと、なんやろ。 車って結構俺得意な部類だったんですよ書くのに書くのが得意で車だからそうだから車書きましたけどちょっとでもタイヤ4つついてるのでね <laughs> はいそんな感じですねまああとはウサギとか絵文字で お猿さんが入ってる方はお猿さん書いてみたりとか。そうですね。ちょっと前まで名前が唐揚げだった方は唐揚げを書いたりとか。<laughs> まあ、スノーマンとかはさ、雪だるまって言ってるから。雪だるま、んスノーボール雪だるまってスノーなんやろ分わからへんけど。まあでもさ、スノーやからさ、雪だるまですよね。はい。こんな感じで。 書かせていただきました。はい、そうですね。車が。<laughs> はい、では、11位。<laughs> 11位まで。あ、10位。あれあ ?10 位までね。言わせていただきましたが。ここからは、9位の方に入っていきたいと思います。9位、1桁ですね。 まあでも、あのー、一人一人にお礼を言っていきたいんですけども、まあ特に20、なんやろ、このね、100位以内に入ってくださった方とかは特にそうなんですけど、この配信を毎回のようにね、してくださった方が本当にたくさんいてですね、本当に本当に嬉しいなんだったんですけど。はい。では、その中でもね、一桁に入ってくださった方、 方を、えー、紹介していいいきたいと思います <laughs> 教会企画になってきたから <laughs> はいではちょっと1桁ということでたくさんまあちょっと思うところはねあるかもしれないんですけど1桁なので2つ動物を動物とかその方の例えばタワーを立ててくださったあいつらとかタワーだったりとか書きましたまあ、そこはちょっと許してください <laughs> はい、えーキュ ユラありがとうございますこちら猫ですねあのいっぱいタワーをたくさん建ててくださったんですけどゆらは中でも猫の印象が強くてですねアイコンが猫だったのかなでクマタワーもたくさん載せてくださったりとか実はですねあの今ねここに見てここにね 一週間分の皆さんから送っていただいたタワーをね、書いた紙を4日から、4日の分から残してるんですけど、ここに。そう。で、それ、そういうのも見たりしてて、結構たくさんタワーを載せてくださってて、これもちょっと後で見ようかなとか思ったりして、載せてたんですけど、置いてたんですけど、 もうほぼ毎日のようにねタワーを立ててくれてて毎回配信を見てくれてて前回のイベント前回のイベントの時よりもあのー、<laughs> 貢献したよみたいなのを言ってくださってモバメとかでそれがちょっと嬉しかったですね本当にありがとうございますまず、あ、ちょっとお礼配信ね今ちょっとまあ笑ってしまうとこもあったんですけど私の絵心の関係でですね で、ちょっとまあ、動物とか絵をねとりあえず描きたくてはい、絵を描いているので動物基本動物はそうなんですけどまあ、絵を描かせていただいておりますので、はい、皆さんちょっとま思うところあると思うんですけどま暖、あ、かい目で見てください <laughs> ではゆら本当に9位ありがとうございます9位ありがとうございます、えー、8位ヘイは位、ありがとうございます 平八は、うさぎと猫を描きました。ありがとうございます。平八は、平八もそうなんですけど、毎回のようにね、タワーを建ててくださってて、毎回、なんやろ、来たら建ててくださって、で、本当に8位の順位にいてくださることもある、あって、本当に今回の配信とかで、 たくさん、ほら、こんな感じで、クマタワーとかをいっぱいいっぱい建ててくださった方なんですよね。はい。で、ま、あ感謝の気持ちを込めまして、うさぎと猫を書かせていただきました。まあ、クマじゃないんかいっていうツッコミは心の中で置いといてください。<laughs> 本当にありがとうございます。えー、7位、ショーマ,ョーマありがとうございます。 ウマはうさぎとハート、このハートはなんでハートかっていうとハートタワーをね、1万回押さないといけないぐらいちょっと手がしんどくなるハートタワーを建ててくれたので、それが本当にちょっと感謝してもね、しきれないっていうか、そう、普通のタワーも建てるのに本当に本当に大変なんですけど、それ以上にハートタワーっていうのは、ハートね、1万個、 しないといけなくて本当にしんどいと思うんですけどそれをやってくださった方なのでハートにさせていただきましたはいお願いしますありがとうございますうさぎとハートですしかもねいっぱいタイムテーブルを考えるときとかにもアドバイスをくれたりとかあのツイッターとかでね毎回引用してくれたりとか たので一緒に立てたのにってごめんねそれはちょっとごめんなさい <laughs> 唐揚げの印象が強かったものでまあでもありがとうございます本当に7位超馬ですありがとうございますまあ今回はいっぱいね皆さんに支えられてできた期間だったのでねとても楽しかった思い出が強いでございますまあちょっと全体的な んお礼は後で伝えますね。6位佐藤ありがとうございます。こちらは猫と、これ佐藤です。佐藤を書きました。まあ、ちょっとここは、佐藤って名前にあるので、佐藤をね、書かせていただいたんですけども、あのー、佐藤もね、たくさんタワーをね、建ててくれたんですよ。 パワーとかギフトをね、いっぱいいっぱい送ってくださってて、そうなんですよ。だから本当にありがとうっていう気持ちを込めて。あ,ね、あとね、配信中に、そう、砂糖、ね、<laughs> 砂糖、だからシュガーとか呼んだりもしてしまったこともあったんですけども、ほら、えっ、ー、とね、最終日最終日ですね。最終日に本当に、 たくさんタワーを立ててくださっててクマキノコタワーを立ててくださってるんですよそうめっちゃねうれしかったですねくまキノコクマタワーとかレインボースタータワーとかねたくさん載せてくださっててなので感謝の気持ちを込めて名前が佐藤ってのもあってこっち佐藤と猫猫を書かせていただきました ありがとうございます。えー、次5位。タムタム。タムタムありがとうございます。えー、ちいかわとぐでたまなんですけど、そういう、好きっていうイメージがあるので、書かせていただいたんですけど、チーカワとグでタマまぁ、あ、ちょっとこの配信、この絵でいろいろ思う方はいるかもしれないですけど、まあ、それは、ちょっと許してください。えー、タムタムも、タワー、立ててくれてたと思うんですけど、 本当にね、いっぱい、ハートとかを特にいっぱい送ってくださってて、そのイメージが本当に、あとファイトタワーとかですね。ファイトタワーとかをいっぱい建ててくださったりとかしてですね。あ、あとこちら、レインボースタータワーとか。いっぱいまあ出したらね、キリがないんですけど、 本当にたくさんタワーを載せてくださったりとか、毎日ね、ツイッターとかで、私の体調とかもね、心配してくださって、本当にありがとうございます。はい、こんな感じですね。5位は、タムタムでした。ありがとうございます。ミみラがね、ぐでぐでタムタムってあだ名をつけてたのもあって。はい、次4位。ウーバー。ウーバーは、うさぎと桜を描きました。 ありがとうごさぎ。まぁ、あ、ちょっとこれは <laughs>。うさぎと桜。まぁ、あ、私の好きな組み合わせなんですけど、うさぎと桜っていうのは。まあ、いっぱいね。何よりもこれです。私は、ウーーは。熊タワー10個です、皆さん。これが本当に嬉しくて嬉しくて。熊をね <laughs>。でも私も桜さ,さんが。 聞いてっていてててっっうのもあって <laughs>、はい、このね10個10個のクマタワーを建ててくださった方なんですけどウーバーは。そう10個建てる、まあ、1個建てるタワーをね1個建てるのでも本当に大変なんですけど最終日でこの時がもう最終枠かもって言ってたタイミングで建ててくださっていまして。 なので熊タワーそう、マイティさんもね、そ,うその時はそは違う配信だったんですけど、まあいっぱいね、タワーを建ててくれて、このクマタワーだけに限らず、他のね、時にもクマタワーを、クマタワーを本当に何回も何回も建ててくださっていまして、こちらもクマタワーがおります。はい。もう見返せば。 毎日のようにね、タワーを建ててくださった方で、嬉しかったです。ありがとうございます。4位、ありがとうございます。次、3位、シン。シン、ありがとうございます。シンはね、だるまをいっぱい送ってくれてたイメージがあったので、だるまとうさぎを描きました。ありがとうございます。はい。こんな感じですね。シンは本当にだるまをね、たくさん送ってくれてたイメージがあって、なので、だるまを、 書かせていただいたんですけどだるまに限らずたくさんタワーもね立ててくださっていてそうなんですよ審議だるま審議もしかして <laughs> もしかしてダメですか <laughs> そうなんですよでね本当に最初はあのー、やっぱね配信このイベントもあって 結構ね皆さんまあみんなの中でもどうしようかなって思った方もいると思うんですけどまあそれでもたくさんたくさんついてきてくださってですね <laughs> 私はだるまをたくさん僕私だるまありがとうって言った回数がい多い一番多いなと思って思ってるんですけどはいあとまあ頑張ったわとか頑張ったわとかですね いっぱいね、タワーも建ててくれてたんですよ。嬉しいですね。熊タワーとか。こちらにあります。<laughs> 3位でね、たくさんいつも支えてくださって。最高タワーとか。いっぱいありますよ。皆さん。本当にこれ保存してるので、たくさんありますので、ちょっと覚悟しといてください。<laughs> そんな感じですね。2位あまだありましたよ。ほら、ウケるタワーウケるタワーいっぱいタワーも送ってくださって、だるマも送ってくださって、そういう意味も込めて、だるマとウサギです。うさぎは本当に、ちょっとウうさぎが好きなので、私はウサギを <laughs> いっぱい描いてるんですけど、それはちょっと許してください。2位、ケン。ケンありがとうございます。ケンは、 あの最初にお礼言った覚えてますか最初のお礼で「熊の熊タワー」って言ったこれです。「熊の熊タワー」<laughs> あのこのやつ10連ななんやろちょっとよくかけてないんですけどすごいね本当に一番すごいタワーなのかな熊のやつを送ってくださりましてですね。 これをマイティさんと驚きながらね、配信中に見てたんですけど、熊の熊タワーを乗せてくださった方ですね。はい。で、こちら熊タワーをたくさん送ってくださったので、熊と熊ですね。はい。熊タワー10連というね、あのー、最後のね、配信、最初と最後の配信にね、来てくださってですね、最後の最後で熊タワーをドカンと入れてくださってですね、 十万タワー、結構、結構すごい、本当にすごいタワーですね。だいぶすごいタワーなので、それをもめちゃめちゃ伝えたくて感謝なので、マタワー書かせていただきました。2位で本当にありがとうございます。本当に。ありがとうございます。それでは1位。1位の方をね、発表したいと思います。1位、太鼓。 最高ありがとうございます。え、1位なので、キラキラつけました。1位です。あと、3つ動物。動物とこれはアイコンですね。書きました。熊タワーをね、本当にたくさん送ってくださってたので、こちらの熊タワーと。もう何よりも1位で、今回イベントをね、引っ張ってくださった方なので、とてもとてもありがとうございますという気持ちでいっぱいなんですけど、 あの、初日から、初日初日が9月4日かな ?9 月4日ですね。9月4日からタワーを建ててくださってまして、9月4日の段階でも2個もね、タワーを建ててくださってるにもかかわらず、最終日までタワーを建て続けてくださって、本当に今回の配信を通してですね、たくさんたくさん、 パタもねかけてしまったかなと思うんですけど、いっぱい支えてくださったので、1位です。本当にありがとうございます。ポンポンしたい、皆さん、ポンポンしたい皆さんのね、協力があってでございますので、この2位という順位は。中でもね、1位として引っ張ってくださって本当にありがとうございます。はい。こんな感じで、1位から100位の方の、 まあ発表を、お礼をね、させていただいたんですけど。まあ、ちょっと、なんやろ。たくさんね、100位まで、100位じゃない方もいるんですけど、もちろん。もちろん100位じゃない方も、たくさんたくさん、あの、カウントからね、あの、レインボースターやら、ハートやら、いっぱい送ってくださってですね。 本当に本当のことを言うとこの100位じゃない全配信で来てくださった方をねお名前を書きたいところなんですけどまあ100位までしかちょっと分からなくて私はなので今回100位の方から言わせていただいたんですけど本当にね皆さんに感謝していますのでこれはちょっと本当に忘れないでいただきたいのとまああの最初はショールームのねアバターを アバターを書いてほしいっていう意見があったんですけどあのこの1時間半とかでね書ききれるかちょっとわからなかったのではいなのでねちょっと今回は私が動物だったり食べ物だったりそう書かせていただきましたはいえー、まあ1週間本当にありがとうございました あのね、前回のイベントの時はですね、本当に、なんやろ、最初から焦っちゃってね、なんかもう、順位を気にしすぎたりとか、あのー、配信時間、3時間をどうやって使えばいいのかもわからへんのに、あのチーム戦だったので、前回は、チームでこうあたふたしながらね、やった1週間で、結構まあ、忙しく <laughs>。 焦りながら終わってで最終的にはねグループチーム対決だったのでチームで2位になれたんですけど、まあ、今回はあのー、前回はちょっと焦りすぎてた分今回はね皆さんと楽しみながら配信をイベントをね通して仲良くなれたらいいなと思いながら過ごしてたんですけど、まあ、本当に私がもうね、あのー、もう耳に皆さんの耳にタコができるぐらい 私はあの楽しみながら楽しみながらっていうのを言ってたからかわかんないんですけどほん皆さんがめちゃめちゃ楽しい配信にしてくれてなのでめっちゃ1週間楽しかったですで配信も、まあ、分かってないレイがどうやって立てたらスケジュールを立てたらいいか分かってないのを組んでくださって皆さんがでさしてくださってそれで配信時間中にこうやって配信したらいいよとか教えてくれたりとか タワーをね、タワー、これ来たよとか教えてくださって。なので、こういうタワーを受けましたよ。で、あの今回は、前回は、みひなさんに出演していただいたんですけど、今回は、まあ、あの、お時間の関係とかもあってですね、他のメンバーさんがたくさん配信来てくださって、かりんさんとか、ちょいしれいさんとか、ゆうみさんとか、 配信に来てくださりました。マイティさんも最終日にね、覗きに来てくれたりとか、結構本当に前回以上にたくさんの先輩メンバーさんに出演していただいて、9期生だったらね、もういっぱい、9期生もほんまにほぼみんなってぐらい出てくれて、そ,うそこで生まれたギフト読みとかね、あったので、はい今回は前回以上にいろんな周りの方にね、 させていただきながら過ごせた一週間でした。まあ最後は2位で終わったんですけど、あのー、前回も2位だったんですけど、前回の時はまあちょっと正直、最終日にね、泣いてしまうぐらい <laughs>、気持ちがね、追いついてなかったんですけど、今回は2位で終われて、何やろ、楽しかったからっていうのもあって、めちゃめちゃもう嬉しい結果ですね、2位が。そう。 もういろんな方が来てくれて配信に。で、そこで出会ったファンの皆さんもいると思うんですよ。この今100位以内で誕生日した方、誕生日っていうか、カキカキさせていただいた方の中にも、あのー、今回のイベントを通して出会った方もね、たくさんいると思うんですよ。なので、あのー、こうやって新しくね、出会いもあって、こうやって応援してくださる方が増えて、 そうで、イベントの受付期間とか普段の劇場公演だったりとかもある中で皆さんがね協力してくださって手伝ってくださってでファンの皆さんの団結もあって今回は本当に素敵な期間でしたありがとうございますはいまあまだまだね最終審査もあってあのー まだまだなんですけど、今からという感じで、本当にこの最終審査、あのー、正直どうなるかわからないですけど、まあ、11月号ですね。11月号、ミニさんの11月号の紙面にも登場させていただいているので、させていただいている、させていただくので、<laughs> そちらもぜひね、チェックしていただけたらいいなと思います。はい、お願いします。<laughs> 私の、 初、モデル初モデルですね。まあ、まだモデルにはなれてないんですけど、撮影、雑誌撮影。普段の、あの、インタビューとかの撮影以外の撮影ファッション誌っていうんかなが初めてなので、緊張しますが、ぜひ、チェックしてくださいお願いします <laughs> はい。そんな感じですかね。本当にね、一週間。 ありがとうございます。もう今これを見てくださってる皆さん、皆さんもそうなんですけど、100位以内に入ってくださった皆さん、えー、本当にありがとうございます。で、あの、よくね、アクティビティ、ルームスのアクティビティだったり、モバイルメールのお返事とかでね、よく、Twitter とかもまあそうなんですけど、本当に あのー、なんやろ、タワーとか、出れなくてごめんねとか、言ってくださる方がいたんですけど、配信期間中、イベント期間中とかに。本当にそんなことを気にしないでいただきたくて。なんかね、レイは、皆さんがね、アクティビティとかにコメントしてくれたり、ルームス、あ、違う違う、モバイルメールでお返事してくれたり、こうやって配信で、こんにちはとか、文を送ってくださって、こう、なんやろ、 来てくれることが嬉しいのでそう順位とかよりもまずねそこが私は嬉しくて、まあ、そうなかなかなかねこう直接家が遠かったりとかすると会えない方とかもいるじゃないですか劇場公演で。なのでそういう方とかもこうやって「あ来てくれてるんや」みたいな配信見に来てくれてるなみたいな思うだけで私本当に嬉しいので。 はい。ありがとうございます。本当に。皆さんのね、気持ちがたくさん、仲良くなれた期間だったんじゃないかなと思います。まあ、ライブも近づいて、あのー、ライブも近づいてですね、もう、ショールームも、公演前後とかでしか、なかなかできないかもしれないんですけど、また、ルームスとかショールームでは、またまたね、落ち着いたらたくさん配信していきたいなと思いますので、 ぜひよろしくお願いします。はい。まあこの例配信を見てね、いろんな意見を持つ方がいると思うんですけど、まあ、あの皆さんは、には支えられて今いますので、はい、本当にありがとうございます。本当にね、まあ正直ちょっと、鼻声期間が多すぎて、 本当に体調で、ね、心配させてしまった日が多すぎるのがちょっと申し訳ないんですけど本当にねこの鼻声は気にしないでください <laughs> 本当にねもう NMB 内でも風が流行ってるので本当に1週間朝から晩までね本当に早起きをさせてしまったりとか夜更かしさせてしまったかなとは思うんですけど 睡眠時間がね、本当に少なくさせてしまって、本当に申し訳ないなという気持ちでいっぱいなんですけど、いっぱいなのでね、ぜひ、もう少しし <laughs> かないかもしれないんですけど、絶対寝てください、いっぱい。忙しいと思うんですけど、皆さん。早起きしてた方も本当にありがとうございます。レイもね、もうすぐ。 明日は名古屋。明日名古屋ですよ、皆さん。楽しみですね。<laughs> 私は羽田公園にね、ツアーは出させていただくので、あのー、羽田公園まで体調崩さず、頑張っていきたいと思います。はい。ぜひよろしくお願いします。皆さんも体調には気をつけて、ぜひね、過ごし、過ごしていただけたらいいなと思います。そうですよ、明日から、 名古屋公演。明日名古屋ですよ、皆さん。行けますか行かれる方とか結構多いのかな名古屋、初日ですね。ツアーメンバーさんの。楽しみです、私も。そう。大変ですけど。この期間、ほんまに流行ってますからね。私は明日は出ないんですけど、羽田公園にね、出演させていただくので、ぜひそちらでもお会いできるの楽しみにしております。 その前にですね、なんやろ、16日、あ、でもそうやな、16日に劇場公演もね、出させていただくので、その時に配信も公演前に、公演前後にね、させていただくので、ぜひ、お願いしまーす。<laughs> はい。本当にありがとうございました、1週間。楽しかったですね。本当に仲良くなれましたよね、皆さんと。まあ、 イベントとかもあって、いろいろ思う方もね、いたと思うんですけど、無事走り切れて、完走できて、よかったー <laughs> よかったです。一週間。ありがとうございました。16日昼夜行くよって、ほんまに来てください。ぜひピンクのペンライト、来てください。黒方は。<laughs> そうです。ね。ありがとうございました、本当に。 はい、<laughs> まあいろいろ賛否両論あると思うので誰にだってねそう好き嫌いはありますのでまあレイのことを好きになってくれて本当にありがとうございます <laughs> 嬉しい初イベント参加ですが楽しかったですってええー、嬉しい初イベント参加で たくさんタワーとかも建ててくれてありがとうございます嬉しいですね懐かしのこんな太いおっ <laughs> きい紙に書いたやつもありますよここに <laughs>、はい、あっよそ見しないでくださいね皆さん <laughs> よそ見ダメですよ <laughs> まあでもずっとレイのことを好きでいてくれたら嬉しいなと思います <laughs> ありがとうございます。ちなみになら OK て、おーい。おーい。<laughs> ちなみも見てもうるから。<laughs> まあ、視界に入ってしまうことはあるのでね。はい。で、ま、も、あ、それは仕方ないですね。<laughs> はい。ありがとうございます。以上、お礼配信でした。<laughs> そう、体調がね、怖いですので、皆さん本当に気をつけてくださいね。 体調。分かったら一説ごめんなさいって。おーい。でもそれは言わんでいいんちゃうかな。ちょっと言わんでいいと思う。<laughs> そう目はね、一つありますからね。確かに。向こうからしっかり入ってきます。レイがこうやって。おーい、おーいって。こうやってやるわ。はい。残り10分ほどありますので、お話ししましょう。<laughs> え、ありがとうねって。こちらこそありがとうございます。いろんな絵を描かせていただきました。 この絵も。天な越しにこっそり見ます。天な越しじゃなくていいんじゃん天の横から見たらいいんちゃうもう <laughs>。はい。わ、わざみえちゃんが体調悪そうだったって。わ、心配ですね、ほんとに。皆さん、ほんとに体調だけは気をつけてください。流行ってますから、めちゃめちゃ。マスクしてください。私も、マスクします。今日マスク買ってきましたから、学校帰りに。<laughs> このカード配ってほしい。<laughs> お見送りで。公園のお見送りで。はい、ありがとうございます。<laughs> これはね、壁とかに貼りたいけど、ちょっとね、壁に貼ると、貼りきれない、ここに。<laughs> そうそう、なぎささんのね、23時からの発表が気になりますね。かりんさんとなぎささんのやつ。なんだろう。<laughs> 気になりますけど。 そう体調崩してるメンバーが本当に多いので皆さん気をつけてくださいロビーに展示まさかの <laughs> おしまし OK 例が増えれるんやったら OK じゃないですか <laughs> そうカードもたくさんお疲れ様でしたありがとうございますはいいろんなものを書かせていただきましたそう例も知らないんですよなので楽しみとなやろ 何、何なんやろ、何のやろうっていうね、気持ちでいっぱいですけど。そう、公演もぜひね、お時間がある方は来てください。そ <laughs> う、レイさ、9月入ったけどさ、まだ夏服着たくて。まだ夏服行きますよね。まだちょっと長袖は着たくないんですよね、レイ。そう、夏服はちょっとまだ、 ねあ、秋服はちょっとまだね、着たくないんですよ。だって夏服、好きだもん。<laughs> 暑いしね、そうそう。でも、なんか、あのー、最近ですね、あのー、長袖をね、着てる方が多いじゃないですか、電車とかでも。増えてきてるんですよ。まあ確かに、外と屋内に入ると、なんかショッピングモールとか入るとさ、 あのー、ちょっと、涼しいというか、寒いってなることあるじゃないですか。まあ、それもね、怖くて、長袖着たいなって思うこともあるんですけど、まだちょっと半袖がいいですよね。半袖がいいです。まずサンドルで投稿してるよえサンドル投稿とかあるんですかあるのそう、<laughs> 今日めっちゃ暑くなかった今日やばい。今日ほんまに、今日ほんまに暑いです。 そう。タートルねそろそろタートルネックはやない。<laughs> めっちゃはやない。<laughs> え、そうなんかね、マイティさんがね、リハの時にね、あのー、こういう竹のさ、やつをこうやってノースリーブにするんですけど、それがめっちゃかっこいいんですよ。惚れる。マジで惚れる。愛媛、雨やった。え雨雨 やばいじゃん。台風の影響ってことかな。最近雨続いてたからね。関西もね。続いてはないけど。続いてはないか。この間ちょっと降ってたけど。そう。ハガちゃんも今やってみてて。ハガちゃんちょっと今、ピチッてしようからさ、ここが。こ,こちょっとピチッてしようから、ここまでしか。あ、でもちょっと、私さ、ムキムキないようで <laughs> そう。バレーボールやってたからか、ちょっと関係ないか関係あるか分からへんけど、 腕がムキムキキなんですよ <laughs> 筋肉系アイドル筋肉系かわいいアイドルでお願いします <laughs> そうあそうそう TikTok にねフュスリーブ載せてます実はなん,なんでこんなだってこれで、ね、力入れてないのにさ力入れてなくてこれやでやばくない <laughs> え、そうそう、ムキムキメンバーさん多いですよね、結構。フフ。元で腕相撲大会でしょえ、レイさ、腕相撲さんめっちゃ強かったのにさ、翔さんまでは弱くなってきちゃった。なんでやろ。フフ。そう、桜さ,さんとか、美咲さ,さんとかは、筋肉、筋肉が綺麗ですね。なんか引き締まってる感じが、本当に羨ましいです。 そうあでは55分あでも今日はちょっとあの投票機能にしてるので男女読みはなしでいきたいと思いますはいありがとうございますはがやま肉やばない <laughs> ちょっとしっくりくるんやばいは <laughs> がやま仲あ、もう母音が一緒やからかアダン音でだからしっくりくるんかゆうみさんの TikTok の1週間筋トレみたいなのあれ絶対したら聞くよなって思いながら <laughs> <laughs> 毎日見てます <laughs> そうえそう歯が歯がさ「芳が山きんにんとかさないけ他にもいっぱいさなんかしっくりくるの多いんですけど <laughs> そう「レイポのダンスキビキビしてるんだよね」ってレイのダンスってどんなダンスですかレイって癖ありますかダンスのダンスの癖ありますか私って。 ハガザップやばい、ほんまに。ライザップ。なんでやろうハガレイポンレタスバーガーとかもそうしっくりくるの。なんでやろうハガザップもしっくりくるし。<laughs> そう。ね、一個でもね、続けたら、ゆうみさん、ボディに。ゆうみさん、ボディになりそうですよね。<laughs> でも、めっちゃきつそう、あれ。そう。癖はないんかな、レイのダンスに。癖はないんや。 体の線が切れて。ええー、嬉しい。ありがとうございます。腰振りもすごいきれがある。ええー、そんなに嬉しいですね。ありがとうございます。レイポンキャベツバがガいや、違うんですよ。レタスなので、キャベツじゃなくて。角度が切れて。えー、嬉しい。メリハリとかも。ええー。嬉しすぎるんですけど。メリハリがいいんや。やった。そうやって褒めていただけると。 <laughs> 褒めていただけるとね、調子乗らせていただくんで。はい。<laughs> 調子乗りますので、お願いします。個人的に、レイポンのパフォーマンスが大好き。ええー、嬉しい。嬉しい。ありがとうございます。目を引く。ええー、やったーめっちゃ褒められる回や、今日。<laughs> 褒められる回。腰の使い方が上手。うまい。え腰さ、あんま意識したことないんやけどさ、 そんな腰いいんや。表情もいいよ。うわー、ありがとうございます。絵心と違ってパフォーマンスがすごい多い。多い。ちょっと絵心ディスるのダメです。<laughs> あまやまり赤い人だみい。ちょっと、ターンが好き。ターンな。軸がね、ぶれやすいから、ターンはほんまに、あの、ぶれないようにね、体が気をつけてます。そう。でもたまにね、ぶれてしまうこともあるので、 さあちょっと気をつけながら。急風を感じる男子で緩急が素晴らしいです。えありがとうございます。ちょっとよしみファンのだけあって。緩急ちょっと、急風とか嬉しいですね。<laughs> レイポンと最強は表情に惹かれる。え、嬉しい表情に惹かれるって嬉しいですね。変顔が好きって多い。変顔したことないよ。変顔したことないよ。<laughs> ただの自己画じゃないかな <laughs> 花があってすごい可愛いパフォーマンスです。ええー、ありがとうございます。調子乗らせていただきます、この調子で。<laughs> あ、声ね。声もちょっと今、鼻声で申し訳ないんですけど、声も褒めていただくことが多いですね。レイボンだけは見てしまって。わ、最高じゃないですか、それは。それは最高です。ずっと、これからもよろしくお願いします。レイだけを見てていただけると嬉しいなと思います。<laughs> はい。褒めましたよ。多い。 褒めて褒めて。<laughs> バランス感覚。え、さやねんな。バランス感覚がね。あ、59分。見入ちゃう存在感ありますかありがとうございますえ。明日から第40受付も始まります。ありがたいことに追加させていただきましたので、ぜひそちらもチェックお願いします。えそしてですね、本当にイベント、1週間ありがとうございました。2位、本当に楽しかったですね。そして100位の方。 100位ってこんなにいるんですよ。皆さん、本当に嬉しい。ありがとうございます、本当に。えー、ちょっともう時間がね、あと1分もないので、ちょっと短めにってしまうんですけど、改めて1週間ありがとうございました。これからも応援していただけると嬉しいです。はい。まあ、いろんなことがありますが、よろしくお願いします。バイバーイ。ありがとうバイバイ。ありがとう、みんな <laughs> ありがとうございますお疲れ様おやすみみんな